こんにちは。マサル盆栽です。これはエゾマツです。今日は不要枝の剪定、針金掛けをしたいと思います。よろしくお願いします。上の勢いが強くて、下が枯れてきているのです。上はぐちゃぐちゃですね。正面に目印をつけておきますね。まずは上を軽くしたいです。どの枝が不要でしょうか？どの枝をトップにしましょうか？迷いますね。明らかに不要な枝から切っていきます。まずは簡単な引き算からです。これは後ろ枝になります。なので上の枝は切ります。正面に戻って、この2本の触角のような枝の、右側をトップにしましょうか。ほう、なるほど。トップのイメージがつかめたところで、小枝をすいていきます。どんな風にすくのですか？あまり正確にはできませんが、3または2股にします。あとは下向きや長いのは切ります。
冗談はこんな感じでしょうか。中断が終わったら針金掛けをしますね。次は中断です。ここが間延びしていますね。そうですね。少し切っておきましょう。ここは真正面なので切りましょう。広げるとこんな感じです。枯れ枝は切っておきましょう。それでは、針金をかけていきますね。左下の枝はこんな感じに。そして、トップはこんな感じに。
次は、右中段とトップを固定します。最後はトップの左側を下げます。いかがでしたでしょうか？ぐちゃぐちゃだったのが、すっきりしましたね。ご視聴ありがとうございました。